AFC アジアカップ1960は第2回目の AFC アジアカップであり、アジア各国の代表チームによって争われるサッカーの大会である。本大会は1960年10月14日から同年10月23日にかけて行われ、韓国が優勝を決めた。それに先駆け予選が前年の1959年12月1日から開催された。 全試合インドコーチマハラジャカレッジスタジアムで開催イスラエル V ランインド V パキスタンインド V イスラエルパキスタン V ランイスラエル V パキスタンインド V ランイスラエル V ランインド V パキスタンイラン V パキスタンインド V イスラエルパキスタン,イン, v, イススタン v イスラエルインド V ラン結果イスラエルが本大会に進出前試合シンガポールのジャランバザールスタジアムで開催タイは早々に カンボジアは1959年2月23日に、ビルマは1959年5月4日に棄権。また、インドネシアは AFC 規約に違反したため参加資格剥奪。シンガポール V 南ベトナム南ベトナム V マレーシア、シンガポール V マレーシア結果南ベトナムが本大会に進出前試合フィリピンマニラのリサールメモリアルスタジアムで、 開催フィリピン V 中華民国フィリピン V 香港中華民国 V 香港結果台湾が本大会に進出韓国 V 南ベトナム韓国 V イスラエル中華民国 V 南ベトナムイスラエル V 南ベトナム韓国 V 中華民国イスラエル V 中華民国ありがとうございます